はい、どうも、ジョーチ TV です。今回もウィニングレバープ2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、FP よりも強いレジェンド選手ランキングトップ8ね、やっていこうかなというふうに思います。いろいろね、レジェンド選手。今、レジェンドのボックスドローとかも来てて、はい、結構来てますね。今までよりかは結構レジェンドってゲットしやすい感じなんですけど、今実はレジェンドは、コンディション安定度が高いんで、基本的にレジェンドって、すごい重宝されると。大事。いうことで、まあ今ね、混乱の時代。混乱時代ですね。が訪れてるんで、やっぱりコンディション安定度6よりも7。そうです。7よりも8っていう風になってきてるんで、はい、なるべくね、こういうレジェンド選手。うん、でしかも今回まあ紹介するのはおもちゃ TV も、まあほとんどレジェンド選手とコンプしてるんですけど、その中で使ってみて、はい、実際にこれ多分 FP よりも今強い重宝するというか、うん、まあ強い総合的に見て、まあ、能力値混乱、うん、総合的に見て強いなと思われる選手8人ほど紹介していこうかなということで、あくまでおもちゃ TV のね、そうです、まあ、独断と偏見なんですけど、はい、まあ、そこら辺も1個の、ね、参考程度に見てもらえればなというふうに思います、うん、はい、今回選ぶ以外に漏れちゃったレジェンドの選手とかもいるんですけど、はいはいはい、まあそういった選手もいいんですけど、この8名は、まあ、おもちゃ TV がね結構特にそう強いかなと思う8名ということでね。あと対戦相手の方がよく使ってたっていうのもありますね、うん、さあということで第8位まずサネッティなんですけど、うん、サネッティが まずめちゃめちゃ強いんですよ。というのもまずね見てほしいのが育成なんですよね。これ要は39レベルということで、FP って結構レベル上げないといけない選手とかも意外といるじゃん。例えばグエンドジーとか、うん、ムバッペとかもそうなんだけど、結構50何とか多いと思うんですけど、まあね、このね、まずレジェンドの場合って結構育成は簡単なんですよ。サネッティって39でこれだけ強いんですよね。というのもディフェンスエースが88でボールダッシュ86で、スピードも87、瞬発89で、ボディコンも87って、後半しっかり7。で、逆足性の頻度も3、4と。いう感じ でやれる範囲もう右もできるし左もできるんですよ。サイドバックだから能力値ももちろんそうなんですけど、他の考案の部分、そしてやれる範囲も相当でかいので、この選手1体持ってるだけでどんなスカットでも結構対応できるというか、そうどっかが不調になったらサニッて入れてとか、うん、いうことはできるんで、はい、もうかなりね、ゲットしておくとお得。めちゃくちゃ、だってインターセプト、マンマーク、そしてアクロバティッククリアもスキルとして持ってるんで。スキルも申し分ないですね。申し分ないです。まあ、おもちゃ TV 的にはそんなにサネッティを登場させないですけど、そうかなり、うん、使うと強いですし。まあ、ちょこちょこは使うね、うん、マリオスと。右サイドバックだけじゃなくてね、1個上げて使ったりとかしても、かなり強いですね。はい、そして第7位、オーエンなんですけど、まあ、オーエンの数値ちょっと間違ってたんでね、また書いとくんですけど、うん、オーエンはやっぱり育成がちょっと大変なんですよ。そうですね、レジェンドの中でさっきはね、レジェンド育成簡単なんですって言ってたんですけど、いきなりね、75。これ、オーエンぐらいかな、やっぱ。オーエンぐらい。レジェンドで。あとはまあ、他にもいますけど、まあ、強いってなると、まあ、このオーエン。なるかなぁ。レベル75。まあまあ大変ですね。なんですけど、もう能力値がね、やっぱ強いというか、本当に今来てる FP のフォワード陣と比べても、全然張り合えるぐらいなんです、うん。というのもですね、オフェンスエース93 で、ま、もちろんボールコントロールドリブルあるんですけど、決定力が97あって、でキック力90で、このスピード瞬発ボディコン、95、97、92なんですよ。で、まあ、後半も一応6あるんですよね。で、ラインブレーカーで、まあ、スキルワンタッチシュートということで、まあ、スキルも1個持ってるんで、まあ、これにワンタッチパスつけるなに、確定フェイントとか、ましてスーパーサブとか、やることによってかなり化けるし、もう能力値はパーフェクトなんですよね、やっぱり全選手は。こういった選手って結構、なかなかいそうでいない。いや、いないです。こういう選手は。かなりその身長もそんなに高くはないんですけど、使いやすい感じにはなってると、この選手でキックフェイントかますだけでガバッと抜けてそのままシュートっていうことが動画も上げてますね。そうかなりできるんで、この応援はまあちょっと他と違うような感じにはなってるかなという気がしますね。前線足りない人とかは FP あんまりいないなと思ったら応援当たったら使ってもいいかなっていうレベル。はい、第6位ロマーリオですね。でロマーリオはまあ応援と比べてやっぱり育てやすいと。この42レベルでね、この能力者なんですけど、まあ、このロマリオめちゃめちゃ強くて、オフェンスエース90で決定力93で、169センチっていう、すごい、まあ、身長割と低いんですけど、キック力が93あって、スピード瞬発ボディコン、ここが92、95、93あるんですよ。で、オーエンとは違ってね、ボックスストライカーなんですよね。で、ワンタッチシュートとか持ってたりとかして。ボックスストライカーでこんだけ動きの速い人はなかなかいないですよね。いないです。かなりギャップがつけるというか、その時点でかなり珍しくて、まあ、レジェンドの中だと珍しく混乱が 5なんです。ここをどう見るかというところで、まあ、今回の場合だと5ってちょっと渋い感じなんですけど、まあ、ロマーリオぐらいね、もうなんか
希少性があれば、まあ、全然ありなのかなという理由で、めちゃくちゃ強いっす。まあ、ここら辺はねやっぱり、1枚こうサブで入れとくだけで、まあ、かなりねあの違った戦術とかもできるんで、ロマーリオっていうのは、まあ、持ってたら42なんでね、いやあのちょっと育ててみて実際使ってみるっていう、うん、まあこれも身長低い、まあ、さっきのオーウェンと一緒なんで同じタイプだね。身長低いっていうのは結構ね、うん、ドリブルしやすさに関わってくるんで、 そこの部分ではねちょっとちっちゃい選手を使ってみるっていうのもあり、ドリブルとかしにくくなったらね、うん、試してみるのもありですね。はい、第5位ここでクライフということで、うん、もうクライフといえばですね2018の時がもうめっちゃ強かったのよ。そうですね、それこそ要はレベル今43なんですけど60枚育てることできて、うん、60レベルのクライフがもうほんとチート級に強いみたいな感じだったんですけど、うん、ちょっとやっぱり2019になってレベルが43といった感じになってちょっとこじんまりはしてるんですけど、それでも強いね。ただね見てほしいんですけど、やっぱり能力値ねもうえぐいし、で後半8だし、で前線もう結構できるしみたいな、で2列目飛び出しのルーレットとかワンタッチパスとか持てたりとか、もう本当にやっぱこう改めて能力値見ても欠点がないんですよね。欠点がないんですよ、ね、でどこでもできるから、どこでもマジで重宝する、マジで強い。この選手も本当に入れ毒、入れ毒です、ね。まあ、1枚かましていくだけでかなりスカットが安定するんで、このクライフを使うっていうのも、まあ、昔だったらね、やっぱりライブアップではなかったんで、ライブアップではあったんで、まあ、このクライフとかレジェンド選ばなかったんですけど、もう今ないんでね。そう。あ、まあ、このクライフとか逆にどんどん使っていくっていう感じが結構大切なんじゃないかな。今だから結構スカットに入れたりとかもしてるんですけど、うん、あのそれこそ 3OMF の一角として入れたりとかもしますし、まあ、コーン8 で、ね、何より逆走る4がいいですね。左で十分振っていけるんで、うん、通常のライブアップで環境とかでもあの能力的に入ってくるぐらい強いんでね、はい、もう超おすすめですね、うん。はい、第4位がマテウスなんですけど、でこのマテウスはまあレベル45なんですけど、能力値がもう本当オフェンスセンスからあのディフェンスセンスのもう全部が高いんですよ。総合的に全部高いね。でこれすごいなと思ったのが FP のアランとかめちゃめちゃ強いじゃん、うん、CMF で。でもね FP のアランとかってオフェンスセンス確かね80いくかいかないかぐらいなんですよ、うん、なのにマテウスってオフェンスセンスが84あってディフェンスセンス91でボールダス87でスピード瞬発も86、87とかキック力94とかでもうめちゃくちゃ強い。で、後半も8あって、シュート系、ライジング、ワンタッチシュートとか、シュート系も実は豊富ですね。2つ持ってて、で、マンマークとインターセプト、この守備系も持ってて、ボックス2ボックスと後半8、で、逆回精度4。マテウスからはちょっとレベルが変わってきて、もう四天王ぐらいになりますよね。第4位からは、絶対にゲットしなければならない。もう、そんじょそこらの FP だよりかはもうマテウス。いや強いこれは。完全にマテウスっていう感じなんで。マジで強いこれは。そうですね。この選手にも、まあ、スキル1個。いや、つけれるんで、いろいろつけたい。この前ワンパついて。やばくない？いや、このワンパもついたらすごい強いですし、マテウスはね、本当にすごいですね。これはね。絶対ゲットしてておいて。そう、もうこれから、まあ、おもちゃ TV の使ってたら入ると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ強いですね。はい、ということで第3位ネドベトなんですけど、大体レジェンド動画とか出すとコメント欄でもネドベト強いですよって意見やっぱりもらうんですけど、それぐらい多分もう皆さんも知ってると思うんですけど、ネドベトはねやっぱりとにかくすごいのがオフェンスセンスが決定力までなんですよね。ここがやっぱり全部高い。そしてスピードとか瞬発ボディコンマリスキック力96あって、何よりも2019すっごい大事なところ、スタミナ、ここがカンスト99。一番はスタミナですね。ここがものすごい大事なんですよね、やっぱスタミナがどうしてもこの中盤の選手ってかなり消費が激しいんですけど、まあ99、まあ、カンストなんで、はい、ここをしっかりね安心して使えるっていうところで、まあ、ここ替えの選手いらないっていうところが一番でかいですし、何より結構決める、結構シュートマジ決める、シュートも決めるっていうイメージがあるし、はい、でまあ、守備も守備でそんなに悪くない、66、58あるんで、うん、あの数値以上にね結構ある感じで、この選手もねスキルとかつけると、まあ、かなり面白い感じで、めちゃくちゃ使いやすいのが、要は左ミッド、左サイドハーフでもいいんですけど、うん、右サイドハーフもできるんですよ、うん、でね、なおあと中盤もできるんだよね、うん、だこういう選手あんまりいないんだ、真ん中ね、そうだからマテウスとかだと後半8でいいんですけど中央しかできなかったりとかするんですけど、うん、ネドベトの場合左右真ん中みたいな、ちょっと範囲広いよねネドベトの方はね、これがめちゃくちゃありがたいですね、うん、はい。そして第2位はマルディーニなんですけど、もうね多分おもちゃ TV の動画見ていただけば分かるんですけど、もう入ってるんですよ大体、多分、ね、なんか誰かの選手紹介してる時には絶対入れてるんですけど、というのもねマルディーニもすげえなってやっぱ改めて思ったのが、あのマルディーニってセンターバックなんだけどオフェンスです81あるんだよね、怖いよね。これすごくない？
まあ、あの今までだったとおもちゃ TV の本若はどうしてもあの FP でクリバリとかファンダイクとかゲットできなかったんで、まあ、仕方なくマルディーニみたいな感じがあったんですけど、はい、マルディーニってサイドバックもできれば左サイドバックその1個上に上げるできますっていうこともできるん で、 でさっき言ったオフェンスエンスもあの80超えてますし普通に前で使うこともできるすごいいう感じなんでね、実は結構他にもまだ使い方の可能性が隠されたこの選手はすごいよ、選手で、あのもちろんクリバリファンダイク超強い、うん、マルディーニ強いんですけど、ただその控えっていう風に置いてもいいし、うん、なんだったら拡張性というかいろんなところができるって意味ではマルディーニの方がやっぱあるんですよ、左サイドバックだったらナンバーワンかもしれない、しかも逆足精度頻度もね共に言うのコア8だから、ね、そうだからもうね相当事故らないんですよこの選手マジ事故んないね、うん、取ってさよく相手にこつかれるじゃん、うん、もう事故んないね、本当にパスうまいしめちゃくちゃ落ち着いて、このね今回のボックス来てたかな、いたかな、あ、いた、はい、で今回のボックスにいます、あのパトリック・ビエラということで、もうビエラだけは PSO の環境でももう FP めちゃくちゃいるじゃん、でも絶対入れてるんですよ、うん、で多分ほとんどマイクラブやってる人とかも入れてますね、あのこの環境で、まあ、上位陣は結構入れてる人も多いかなと、でこっちでも多分やっぱ使ってる人多いと思う、ビエラって、まあ、ビエラはもう一家に一台ですよ、言わずもがななんですよ、まあ、使ってみれば多分分かるかなと、これは本当ビビるぐらい強いボールを取ってくれます、ボール刈り取るしコマ8だし、でオフェンス系も高くてディフェンス系も高い、で身長もかなり190にあると、まあ、あとはだからこの選手を DMF で、まあ、ハードプレスなんで、はい、アンカー的な動きはできないってところが唯一の唯一ですけどね、まあ、アンカーじゃないっていう感じなんで、よく CMF にね使ってるという感じなんですけど、うん、まあ、DMF でもぶっちゃけいいんだけどね、まあそうだね、監督によっては DMF でハードプレスでガンガンカバーしてくれるっていうのもあるですし、うん、とりあえずねやっぱでかいんですけど結構足速くて、結構足速い、体も強いんで、あとシュート決める、本当にボール刈り取るんですよね、そうボール刈り取るしシュート決めるし、そうだからもう大活躍なんで、ね、スーパーマンですね、まあ、ここはもう不動かなとそうだね、いうところでね、まあ、絶対に助けてくれると思う、使用率多分俺の中一番多いかな、そうだから今週のガチャ本当にそう、ビエラ1位にいますから、うん、今週のガチャ獲得しといた方がいいかなと、あと4位もいるわ、マテウスも、マテウスも言うんでこのガチャ本当に熱いんでね、そうあのやっとくといいんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、まあ、GP とかもね貯めて引くってのも一個手だと思うんで、そう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 、オンチャンやってね、うん、まあ、オンチャン TV もねサブアカ、はい、あのまだゲットできてないアカウントとかもあるんで、 そう、まあ、そこら辺はしっかりねビエラとかもゲットして、うん、ちょっとチームの強化を図っていこうかなというふうに思うんで、はい、まあ、今回紹介したランキングはあくまでね、おもちゃ TV の独断と偏見なんで、はい、まあ、他の人はね、このレジェンドどうですかみたいなのあると思うんですけど、いるんですよ、まだぶっちゃけ。まあ、なんかね、残念ながら入れなかったレジェンドとかもね、実はいるんですよ、泣く泣く。例えば、この前紹介したユングベリーとか、デルピエロ、ロナウジーノ、キーガンとか、うん、いろいろね、強い選手いるんですけど、まあ、やっぱ FP よりっていうところなんで、となるとね、FP よりガチスカを考えた上でこれ入ってくるのかなっていうところを考えた時にっていう感じで、そう、あのまあ今回決めたんで、はい、まあ、そこら辺もね、何か一つ参考程度に見てもらえればなというふうに思います。はい、どうしよう、さらっぽ